お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日で保護を極める企画10日目やっていきたいと思います。ということで今日でね3分の1が終わるので、今日はまあいいねプレイ見せたいですね。というわけで今ねちょうど今季最多ぐらいに来てます。まあ次勝てば本当のね最多になるので、ここちょっと勝ちたいね、ホグで最多更新どんどんしていきたいと思います。でね、昨日デリバリー型でやったんですけど、今日はね ISP 型でやっていきたいと思います。やっぱ ISP じゃないと高回転系に勝てないのと、今これすんごいぐらいゴレばっかで当たってるので、ちょっとゴレにもね、まあ、勝てるようにはちょっとずつなってきました。ちょっとずつね、まあ鬼きついんですけど、もっと安定して勝ちたいなというわけで、今日のテーマ積極的な攻めをしていこうというやつでやっていきたいと思います。というのもですね、ホグ単体で攻めるのではなく、バルキリーホグ、ホグプラスロケホ、ホグアイス、ホグウッドみたいな感じで、ホグやっぱ単品だとね、こうユニット供与されやすいだったり無視されたりとかがあるので、まあホグプラスもう一枚でね、ちょっとこう強めな攻めをやっていきたいと思います。でも攻めすぎるとカウンターやばいので、そこはちょっとねこう様子見てやってくれたらなと思います。だけでレッツゴー。さあよろしく。これ勝てば今季最多っすからね、マジで勝ちたいねここ。ふうし、さあ、いやなんか手札的になんか渋いっすね。初手バルキリーとか咲いてさ、ケツラバドーン、ケツゴレドーンとかされるの嫌なので、サクエイクウッド高回転か。うわあ、同系統っぽいっすね。ドリルではなさそうだな。クロスかホグか。僕最近ちょっと気づいたことがあるんですけど、クエイクホグね、あんまクロスに相性良くないんじゃないか説を唱えたいと思ってて、こいつバカなのかなと思ってる方いるかもしれないんですけど、クロスを出されると相性がいいんですけど、そのクエイクウッドでやっぱクロスボウってね壊せるじゃないですか。まあミリ残りますけど、クロスを出されなかった時にそのウッドファイアボでずっと削られてみたいな、まあ今回コカッちゃんだからあんま関係ないんですけど、ずっと削られてね、ファイボも打たれてファイボ削りされちゃうんですよ。でもこっちがクエイク削りをするとクロスボウ立てられてみたいな、なんかあれって最近ちょっとねっていう思いをしたので、ちょっとクロスとかにもね相性多分、パーティーカービューティーカーさすがね、アイフォンの発表僕ねカニテーゼンクロスケンねさあどれで多分カニなのずよろしく。もうねアイスケースで行くよ。今日ちょっと積極的に攻めます、本当に。いや、攻めすぎやろうぐらいまで行きたいよね。まあ、簡単に来ると嫌なんですけど、まあ、ここはホグでね、逆サイド攻めて、形を作らせない。うわぁ。さあ、ペッカじゃねえ。メガナイトプリンスですね。固めな。このプリンスだって嫌だよね。これ延命するかどうかだな。いや、これ延命した方がいいな。後ろに来なかったら延命せずになんかキング起動とかあったんですけど、後ろにインドラちゃん来たのでこれはちょっと早めに溶かして対応しないといけないね。いやーこれロケホ単品に行くとキング起動されるからね、行きたいね。しかもメガナイト冴えてるから結構いいんじゃない。コウモリ、あ、イレキか。メガナイトイレキ、あーもう一発欲しいよ。まあ削れるね、ナイス。ロケホおワンチャン切る。いや惜しい惜しいな、踏ん張りやがったな。どうしようかな。メガナイトプリンスエレキなんか嫌ですね嫌だ、うわ嫌だよマジで。こういうねゴリゴリ系のデッキねめっちゃ防衛大変なんですよね。ほんとゴリラすぎてやばい。こういうのはでもね当たり前にこう防衛していけるようになりたいよね。8枚メガちゃん来んのかな。あと相手が柳雨あったかどうかとかもすごい大事なんですけど、覚えてねえな。まああった気もするよね。まあこういうデッキって大抵柳雨入ってますね。よい。いや、いい。メガナイトはバルキリで受けて、プリンスはネスケで受けていく。いや、いいね。
今だと、まあ、プリプリいないからエレキぐらいか。エレキかインドかとかその辺。なので、結構ダメージ入ってくれるんじゃないでしょうか。1。いや、これちょっと悩んだな。いや、これエレキ結構入るからロケホ出しちゃおう。で、ロケホこれだと無視されるので、アイスピアルと一発入る。さあ、テッサラ置いて、いや、何発入るのか。いや、これ来るね。足前メガが。もう気合で止める以外なんもないです、ぶっちゃけ。すべて気合です。いや、このテスラめっちゃ大事。世界一大事。テスラもう一発、うわ、もう一発撃ってほしかったな。ですが、ここでね、回転。メガナイト飛んでからの後ろプリンス。あ、後ろスケ。いや、いい。で、これウッドで多分剥がせそう。おわ落ち着いてるよ、俺。で、まあ、ロケット誌、どうせ柳雨でやられるんですけど、まあ、2周目ですね。これは柳雨で行かれる要因。次のやつが大事ですね。本当に申し訳ないけど、今回の君は柳雨で行かれて。いや、しかもいい。この竹取り、うまい。ここでホグ。これ見て。多分いい気がする。柳雨を使った、エレキが4コス、ポトン。いや、めっちゃいい。マジか。いや、めっちゃいい。いや、このホグよ。昔の俺なら絶対できなかった。で、ロケホークウェイクウッドで。うえい。待って待って。いや、これ勝てたのでかいね。これね、めっちゃでかいっすね。メガネとプリンスやな、みたいな感じ。組まれるだけ地獄ですから、よく勝ちました、俺。ナイス！よろしく。まあ、10日で、ある程度まではね、できるようになったというか、立ち回りをね、理解してはきたと思うんですよ。なのでね、残り20日で、じゃあどうしていくかっていうのは、もうワンランク上のとこまで行かないといけないんですよね。その、トップオブトップの人たちと戦うにおいて、こう、マニアックな攻めというか、なんか、ちょっと変わったね、攻撃方法、防衛方法も知っておかないと、戦えないよねっていう噂やな、め。これインドレで、多分バルキリーでさっきみたいに下げれると思うんだけど、突っかえてるな、君絶対。今突っかえてるの見たぞ俺。もうなんで突っかえてんだよ。これスケで延命してあげたいな。なんで突っかえてんだよ。ああなんでだよ。これまあ一つ訴えたいのが、初手にロケット押しあると2周ロケット押しを回せたんですよ。なかったので、んー、どうしたらよかったんですかっていう。いや、まだ間に合うな。ババかな。うん、いや、オッケーオッケー。相手回転遅いから全然ね、まだ戦えると思う。ぶつけてあげた方がいいね。で、インドラーかな、ディガーかな。いや、インドラか。あ、ESP ちょっとでも稼ぎたい。焦がさないで。まあ、570残ってるのでかいですよね。相手はこれにこうディガーとかバルーンとかいろいろ使わないといけませんから。よし、ふんふんふん。ロケット方式とテスラ2周でラボルは守れます。守りますとアイスピでね。これロケ砲から入ります。ロケ砲テスラで逆サイとかなんか適当に攻めて、もう一回ロケ砲テスラ。さあ、これ端前絶対やられたらダメだからな。ぶっ破して、意外と抑えられるもんなんすね、やっぱ。うい、いや、いいね。いいよ。あとは問題はこっちサイドのね、守っていかなきゃいけない。これ逆サイ単体バランとか来るかもね。いや、これ守れねえやな。これ守れねえから、ここで多分ね、もう一個上のバルキリーホグの攻めがね、必要だったかな。いや、惜しいんだけどね。雰囲気はマジで悪くないんですよね、雰囲気は。でも、やっぱ最初にあの大ダメージ受けてしまったことによって、いいよー。さあ、苦しいよね。あれでも、僕あんま悪いことしたとは思ってないんですよね。クイック外してるのはこれすごい悪いんですけど。最初のやつはね、どうしたらよかったんだ？もう、なかったら、もっとぶっぱでよかったですね。逆サイドこう鬼攻めるっていうのもありだったっすね。いや、もったいねえな。もっと攻めます。防衛カードがあるときは、防衛カード先出し、ロケホテスラ。でもなかった場合に、
僕見てただけなんですよ。でバルーンつけられて終わったので、あれ見てるだけっていうのが良くなくて、あの瞬間に、まあ、逆サイドかなか同サイドどっちか分かんないですけど、まあ、どっちかこうもっとぶっ破するっていうのが多分正解でしたね。オッケー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 。いや分かるね、暇をするのが良くないですね。大型に対して、大型に対してはね、もうあれですよ、働きすぎぐらいでやってあげないといけないね。防衛施設置いて残りで分回しつつ攻めて、またね守ってと。さあ今回の相手は LG。 もう LJ 今えぐいっすよ。 LJ もともと流行ってたじゃないですか。最近なんかさらにね流行りだしてて、というのもね、マザーネクロの枠が、今回マザーネクロなんですけど、ね、何だったっけな、スケになった、うん、超高回転エレジャイみたいなのが今ね流行ってる。そう、いやお前エレジャイ流行りすぎやろっていう。クエイコークね、まあ、勝てないわけではないんですけどね、なんかちょっと嫌だけど。いやなんだこのデッキ、なんかすげえデッキだ。うわドリルだ、待って、俺の知ってるデッキじゃねえマジ俺の知ってるデッキじゃなさすぎて今びっくりしてるんだけど、なんだこれ、エレジャイじゃないの今の。どっからどう見てもボンバーマザネクダックプリ、エレジャイのあれなのかな、もしかしてゴボリ、大事な防衛施設のゴボリをゴブドリにしちゃったとか。俺もう攻めのことしか考え、いや違うの、人気なのか、なんか普通の人気ですね。あごめんなさい、僕が勝手にエレジャイとかってね騒いでただけですね。うん、なんか全然ただの人気ですね。もうなんか最近使われてるカードが一緒すぎてね、分かんなかったな。ダクプリボンバーね、この辺もう一緒ですから流行りと、気づかなかったですね。さあまあ人気か、陸系がちょっとねなくなりますから僕はね。よいしょ、テスラ先置きが痛くなりそう。これでもウッドでほぼ完封できるからな、これ強いよな。装具飛ばして、これ普通にやったら相手きつくね。いやー延命、いやーこのロケット押しの延命とかね、もっとやっていかなきゃダメ。さあテスラ置く、テスラ置くのマジで大事。あ待って、ミスった、うわ待ってミスった、いやミスったけど前に、うわ待ってやった、うわやべ。あでもバルキリーが後ろに来たからナイス。いやよくやったよくやった、いやーもったいないね、いつもこれにはねよく勝ってるんですよ。相手施設がないからね、ホグ飛ばすだけ入る、やっぱ単体だとねカウンター受けやすいからとか思ったんですけど、一回受けから行くべきだったな、これやばいよ、怖いよ、助けてよ。いやめっちゃ入るんですよマジ、相性自体絶対良くて。さああのムート用のバルキリーを先出しします。テスラ、いや相手めっちゃ低く低くきますね。ボンバーとか入れてね、ホグ投げたいけど投げにくいですからね。やべミスった、あ舞台になる、舞台になっちゃう、やべやべ舞台になる。さあ守ってあげて、守ってあげて、守って、いやいいよいいよいい、あこれ惜しい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 、いやテスラ OP、オッケーオッケー、いやこれ、いやいいね、ふう、いやちょっともう接戦すぎて全然喋れてないんですけどあトロ上げていいからな、いやここのねホグ、よしよし、あの今多分アイスピとかで一回ぶつけた方が良かったのかもしれない。よしよしよし、いや一発入ってないけど結局はもう回転ゲーですから、いやこれ痛い、延命したかったな正直なところ。いやホグマジで飛ばすだけ入るの、これこうなるとめっちゃ強いっすよね。なんか相手がさ受けがなかった時マジでバカ強く感じるっすよね。さあこれ勝ったんじゃない、テスラとウッドで、あまだ相手が守ってきてる、 ここで一回アイスピでぶつけて、あーんおしゃれに決めたいんだけどね、全然決まんないさ。次のクエイク圏内ですね僕は。ホグも飛ばしてあげて、さあクエイクでフィニッシュと。まあこれはね動画内で多分よく当たってるんですけど、いつも勝ってると思うんですよ。そうまあまあそこそこに相性はね悪くはない方だと思いますね。本当に課題はマジのゴレラバ、
大型だけ、でも大型だけマッチングとかできないですからね。ほんとこう誰かに頼んでずっと大型使ってもらうとか、まあしかできないんで。え、待って、え、俺の相手やば、タワーレベル11なんだけど。ってことはゴレクロとか、いや、わかんない。え、タワーレベル11だ、すごい。しかも72って高いっすよね。スキラだ、すげえ。タワーレベル11っすよ。オッケーオッケー。いや、スキラの受けだけマジでね、上手くなったんですよね。あ、スキラフリーズですね、これ多分。か、トルネ型、いや、スキラフリーズの方ですね。まあ、両方フリーズ型。多分、墓石かインフェとか入ってて、矢の飴が入ってるんですよね。オッケーオッケーオッケー。なんでそんなおるん？めっちゃすごいな、君。で、ギャングとかももしかしたらいるかもしれない。そうそうそう。なんか、矢の飴フリーズの、トルネードがない、そう、ボール入ってるけどトルネードがないみたいな。前まではね、アイウェズとかもあったような気もするけど、今はいないのかな。よし、いや、これバルキリー入るよ、これ。ああ、帰ってった。でかい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 、でかい。いや、めっちゃ入る、めっちゃ入る。あいつもなんか精神的に病んでからもう大ダメージ入ってる。さあ、クエイクとコスケとウッドもね、しっかりやっていくよ、このタイミングで。それと相手もフリーズかけてもね、ホグいないですから。いやあ、気持ちいい、これ。あ、インフェで普通に防されちゃった。まあ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 。ここでインフェで守られたってことは、次の僕のホグにはまあ、ボーラーであったり、ユニットなので、ほぼ確でね、ダメージが通る。ロケット押しとかを組み合わせていきたいよねっていう。で、僕はまあ、攻めクエイク打つとダメージが入るっちゃ入るんですけど、そうすると、防衛がね、ピンチになる可能性があるので、まあ、なんならこう、一生テスラ置いて、防衛しとくだけで勝てるよねっていう気がしますね。余裕があればウッド削りとかロケット方式の削り、それ以外は本当クエイク防衛で勝てる気がするけど、このユニットを貯められるのは嫌だよねっていう。うん、さあ、まあクエイク打つ。さあ、ウッド打ってあげて、いやー、1体残ってるけど1体だしなーっていうね。あ、なんか消えた。でもここはね、クエイク今温存したし、温存はしてねえな。回転が速いので、次のスキラ打つ前に多分回ってくるので、クエイクが。よいしょ。さあ、テスラ置いて、かな。まあ、最高はバルキリーとかもあるからね、このデッキ。よしよしよし。いや、杖。で、ホグで、このボーラーをね、受けてあげると、テスラ延命。いや、いい。で、ギャングがね、ドゥクドゥク、ドゥクドゥク。おい。いや、いいね。さあ、これはね、なかなかに相性いいんじゃないでしょうか。まあ、相性いいのにね、勝っていくっていうのは、当たり前ではあるけど、この当たり前が難しいっすよね。もう、沼るときに絶対 10-0 で勝てるのに負けるわ、とかよくあるのでね。いや、でかいね。いいね、今日。よろしく。ウッド削り。早すぎ？これで枯渇とかだったらちょっとやだよね。マスケか。マスケなんか基本的にあんまいい思いないんですよね。26とかバルーンとか、結構きちいんですよね。なんか 2.6 億ね、マスケが、うわ、すげえな。全然知らねえ。まあ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 、マスケラの受けだけはちょっとうまいからね。本当にね、なんでなんだろうな。あー、ジャイスケラか。それは話が違う。それは話が違うな。普通のスキラならね、結構相性いいんですけど、J プラスのスケルトンラッシュはね、話が違うな。これ今、相手、やめめされたもんな。うわー、しかもダクネで逆サイだったか。これ J 来るね。でも、やめされたよね。ってことは、まあ、ロケ砲で一応無双はできるか。うんうんうん、単品で。ダクネマスケか。あんま見ないよね。うわー、そういう系か。やべ、俺のアイスピが、いやー、コウモリに。いや、でもいい。でもいい、でもいい、でもいい、でもいい。さあ、いいタイミングのホグをね、飛ばしてました。さっきの俺。いや、よくやった。よくやったよ。これ、でかい。ヤユキの、あれ、え？ジャイスキラじゃないのかな？なんか昔、アイゴレダクネマスクスキラっていう、僕がね、最多8号と8音いったデッキあるんですけど、それとはちょっと違う気がするんですけどね。うい。さあ、テスラ置くか。テスラマジ強いから。
テスラ置いてねえやつはね、ダメ。戦えねえ。まあ、雪玉とか多分来ないよね。オッケーオッケーオッケー。さあ。で、これはまあ、クエイクウッドで守ります。で、攻めたいんですけど、僕、逆サイド。攻めたところでスケルトン部隊とかいるんで、ダメなんですよね。そう。まあ、ここはちょっと行こうかな。あー、最悪、これやばい。この流れえぐい。相手なんかね、構えてたしな。うん。止める。うわ、いい。待って、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、でも問題、ジャイが止まるかどうか。問題は、ジャイが止まるかどうか。間、オッケー。いや、ホグ飛ばしていいけど、スケルトン部隊いいんだよな、マジ。あれやばいっすよね。スケルトン部隊とミニペってことは、バルキリーホグだ。今、バルキリーホグ行けば熱い。ここで相手と被せる。相手もスケラ打ちたいけど、え、待って、来んのって今なってるから。よっ、来た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 。来た、熱い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 。熱い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 。耐えて耐えて耐えて。マスケ、マスケ攻撃すんな。あっち行け。オッケーオッケー、ナイス。なんで入ってねえんや、俺のダメージ。いや、いいよ。待って、マジある、マジある、マジある。さあ。許容ロケホー、いやいい、熱い熱い熱い、激熱激熱。問題はマジ、あのミニペッカ君、ミニペッカ君やめろ、触れるな俺のユニット。雪玉かー、さっきから犯人は。でもこれ回転がさ、もうご利用しない。こんな守ったらもう負けみたいなのがない。アイスピンなんか防衛、謎に防衛意識しちゃった。うわー、持ってねえけど、まあ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 悪くない。クエイカレバ守れるよ。クエイカレバ守れるよ。問題はジャイが止まるかどうか。いや、これは、いいんじゃない？いいんじゃない？祈って、これミニペック来るから、絶対ウッド。ウッドからのロケホ。リュウキ玉？いや、あるある、マジで。いやー、マジあれ、回んねえ、回んねえ、回んねえ。回せ、回せ。クエイクって、でかい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 。ジャイスキル初めて買った。うん、いやマジでいつもと形が違うんですけどね。相手の形なんかね、いつもコウモリとかでちょっと違う。ダクネとコウモリが違うだけか。でもいや、これ勝てたのバカでっけ。いやマジで嬉しいですね。はい、というわけで、まあまあまあだんだんとね、本当にホグ慣れてきたなっていう印象があるんですけど、やっぱ大型に対して負けることがちらほらありますので、そこをちょっとこうね、詰めていければなと思います。あと20日、いろいろ頑張っていきたいと思います。だけでよければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。